なさい。武田家が軍勢をしきりに動かして G 行動をとっています。統率の取れた動きだこと。なんという異様。あれが戦国最強武田騎馬軍団。されど、さよう。指物武田騎馬軍団がいくら盛況だろうと、謙信公の義の闘争は阻めませぬ。そうですな、影勝様。うん、宿敵いざ参らん。関東に意を示した謙信は北条と和議を結び、越後に帰還した。謙信の宿敵信玄は、上杉が関東に出陣した隙をつき信濃に侵攻、川中島に前線基地となる海津城を築く。信濃の豪族たちは謙信に助けを求めた。謙信はすぐさま川中島に出陣し、西条山に陣を構える。関東に続き、この川中島の地でも神の軍略が炸裂しようとしていた。上杉の将、川中島の戦い。本体を八幡原へ。武田は西条山の上杉本体を突きつけ、八幡原を追いやろうとしている。信玄は必ず本陣を海津城から八幡原へ移す。その前に八幡原へ本体を移し、裏をかくと。ぜ、西条山には少数の信狩りの魅力。開門。別動隊の先手を打つ。なるほど、先に仕掛けることで父上が山から動かぬと思わせるんですね。ここぞ。唐揚げか。よくやっている。恥ずかしめる。謙信が申し子の名に恥じぬか。別動隊の先手が撃たれたか。謙信は西条さんの守りを固めているようだな。信狩りは西条山を主導、本体は八幡原西陣。なんでこんなとこに上杉が。
忍びの口を封じるんだ。女さん逃亡に武田の援軍、ほっとけ。父上が本陣にいないことを悟られぬ。奮闘ですよ。結構武田軍が善光寺へ迫っているとの方が。呼吸は兵の精密剣手せよ。やっやっ全身の策露見せずに済みました。ありがとうございます。そろそろ引き続きが変身功を続く。念のため西条さんの様子偵察しておきましょう。速やかに撃つべし。策を隠し通すため、左近ら偵察隊を倒すのですね。武田の増援に速やかに撃つべし。影勝つ、良き働き。雑魚を倒していい気になるなよ、影勝つ。俺は父上のために太鼓を立ててみせる。勇を振る。これは見事なお手並み。撃ち取ったり。妙がなり。宇人整え。八幡原西軍は影虎に任せる。はい、必ずや守り抜いてみせます。会いに来たぞ宿敵。君に乗じて本体を動かすとはたまげたよ剣士。全軍に次ぐ迫力の陣にて上杉軍を迎え撃て。車がたりにて迫力を感じる。これが父上と信玄の戦。すごい。なんてすごいんだ。まさに流行相打つ。宿敵を撃つ。呼吸を断たれたせいで兵の動きが悪い。車がかりの攻めが鈍くなるのは仕方ないか。この戦まだまだ分からんよ。西条さんを攻めておる別動隊が到着すれば。敵の別動隊が八幡原に来れば攻撃を受ける。そのまま信玄を倒せるか。上杉の武変。少し愛を悟して差し上げました。敵将
逃げさせてもらうよ。さて、体勢を立て直そうかね。真田幸村剣山、我が槍にて親方様に勝利を捧げる。今度はこっちの番じゃよ、剣心。幸村は本体を狙っている。止めねば。海津城の守り、隙がない。しかし、籠城策にも。なるほど、城西側にほころびあり。迅速に中央砦を落とし、海津城の裏を突く。海津城の命運はこの砦にかかっている。様の流儀にございますな。ええ、上杉の勝負の気風、恥ずかしめぬよ。上杉の勝負の
恥じぬ。耐えきれん、引かせてもらう。城の裏からこじ開けられたか。ゴテゴテなの。決着の時来たよ。ここで果てるわけには。敵将討ち取ったり。戦いぶり見事。せめて一矢報いようかね。恥ぬか。何時が戦、我が積年の名影虎に恥じぬ。見事な働きであった。剣心も嬉しい。父上。はい、お言葉ありがとう存じます。剣心が父ならば、この綾を母と思うと良いですよ。可愛い影虎、私を母と呼んでごらんなさい。家族を失った俺にはこれ以上ないありがたき幸せ。では早速。は、いえ、母上。少し遠慮があって寂しいです。でもよしとしましょう。さ、私の作った笹団子をどうぞ。いただきまする。やめ。うわあ、かっこ。何の味だ。まあ傷つきます。せっかく影虎のため作ったのに。いえ、大変おいしいです。何個でも食べられます。けなげなり。父上、俺はここで家族を見つけられそうです。影勝様、こちらにおいででしたか。また憂い顔を。この義なく愛なき乱世にお心を痛めておいでですな。そのお気持ち、兼次には痛いほどに伝わっております。されど明けぬ夜はなし。我らの義で乱世を晴らして。兼次は変わらぬな。はっ、不肖直江兼次、いつも気概満ち満ち、元気一万倍。義と愛に感動し打ち震える毎日です。それが何か。ありがたい。